おかんの愛情たっぷり弁当だからいらん言うてるやん。たけしが反抗期大変やな。たけしおかず忘れてるやん。たけ何してんねん。サインじゃばば。お母さんかわいそう。こっちはほっといてほしいだけなんやけど。たけしが熱々の恋してる。お肉屋さんの前でホクホクのコロッケ誰と食べた。答えんかい。たけしが好きで好きで本気でお祝いしたかったからや。二度と俺に顔をなボケ。侍母さん10月11日深夜スタート。宇宙したんや。